屋さん、いい加減にしてください。いつまで実家に座るつもりなんですか？そろそろ空気を読んで出て行ってくださいよ。え、こっちはつい3ヶ月前に出産を終えたばかりなのに、体力もボロボロ、周りに気を使う余裕なんてないんです。もういい加減にこの家から出て行ってください。どうして私がこの家から出て行くことになるのよ？ここは私の実家なのよ。今の状況がわからないんですか？確かにここはさやさんのご実家です。でも今は弟夫婦が生まれたので子供を連れて暮らしているんです。いくら一軒家とはいえ完全にキャパオーバーなんですよ。そりゃ私もそう思うけど、でもミキちゃんはそれを言える立場じゃないわよね。はぁ？この家は両親と私が3人で住んでいたの。そこに産後直後に転がり込んできたのはあなたたちじゃない。産後の体調が悪いから面倒を見てほしいって、当初は1ヶ月だった話をずるずると3ヶ月も居座って、それで私に出て行けってどういうつもりなの？どういうつもりも何も、空気を読んでくれって言ってるんです。産後から3ヶ月も経っても私はまだ体調悪いんです。当分アパートに帰れません。何ですって？毎日私が辛そうにしてるのは分かりませんか？普通ならさやさんの方から私と智也くんに言うべきなんですよ。私が出て行くから完全に同居しないよ。十分産後の体力は回復してるように見えてるんだけどな。はぁ、こんな産後ボロボロの体のどこを回復してるように見えるんですか？だって毎日昼過ぎに起きてずっとソファーの上にいるじゃない。テレビを見ながらのお菓子や母の作ったご飯を食べてばかりで、それで夜は深夜ドラマとアニメを見るために夜更かししてるし、完全な健康体だと思うんだけど。よくそんなことが言えますね。私は忙しい育児の合間を縫って休憩しているだけです。忙しい育児？ミキちゃんがやってるのは1日1回おむつ交換をしているだけだよね。それ以外ミルクもおむつ交換も夜泣き対応も全てうちの母に丸投げ。ミキちゃんはほとんど何もしていないじゃない。さやさんは子供を産んだことがわからないから言えるんです。おむつ交換を1回するだけでも体力をすごく使うんです。産後の体や1日1回がギリギリです。はあ、それに育児のことはいいんです。発問が嬉しくてお母さんは喜んでやってくれていますから、まるで私が押し付けてるみたいな言い方をやめてください。俺のどこが喜んでやってるように見えるのよ？そのさやさんの疑った目つきはストレスなんです。まるで堕落した母親の烙印を押されているようで、こんな状況じゃ回復するものも回復できません。だから早くさやさんは実家から出て行ってください。念のために聞くけど、ミキちゃんたちが早く戻るってのはダメなの？アパートはまだ借り続けているんだよね。アパートならすでに解約しました。智也くんと話し合って私たちはこのまま同居することに決めたんです。なんですって？だから早くさやさんは出て行ってください。もうこの家はご両親と私たち家族の家ですからね。お母さん、ミキちゃんとトモヤが実家で同居するって話聞いた？勝手にアパートも解約したって。だから出て行けって今言われたんだけど。私も今朝急に言われたわ。お父さんも何も聞いてなかったみたいだね。二人でびっくりしちゃったわよ。これからどうしようか。弟たちは完全に同居の楽さに味を占めてるよね。ミキちゃんは育児をお母さんに丸投げ、弟のトモヤは親孝行みたいなものだからって生活費もいらないし。そんなことなんだけどね、さや。せっかくだからあなたはこの家から出て行きなさい。え？お父さんと話し合ったんだけどね。きっと富也たちは絶対に出て行かないと思うのよ。かといってこのまま大人数で暮らすのは大変だし、ここはいっそあんたが出て行くのが手っ取り早いわ。嘘でしょ？ちょっと待ってよ。まさか私を追い出して孫と弟夫婦と暮らしたいってこと？これもいい機会じゃない。ちょくちょくリモートワークも増えてきているし、一人暮らしの方が安心して仕事もできるでしょ。それはそうだけど、でもこんなの納得いかないよ。まあまあそんなに怒らないで。一人暮らしの部屋探しくらいなら手伝ってあげるわ。お母さんの知り合いに不動産屋で働いてる人がいるの。実はもういくつかさやの部屋を探しておくよう頼んでおいたから。何ですか？それじゃあ今日は仕事終わりにでも早速物件の内覧に行きましょうね。仕事が終わったらすぐに連絡を入れるのよ。早速の物件内覧お疲れ様です。いい部屋見つかりましたか？ねえ、想像以上にいい部屋が見つかったわ。
せっかくだし、その場で契約書にサインもしてきたところよ。探してくれていた母と母の知り合いに感謝ね。本当ですか？これで二度とあなたたちの顔を見なくていいと思うとすっきりするわ。プププププププー、負け惜しみしか聞こえなくて超ゲラですけど。は？泣きついたお母さんからも出て行けって言われたんですってね。頼りにしていたご両親にも見捨てられて、せいさんかわいそう。まあ、でもアラサーで独身の娘ですもんね。お母さんたちからしたら追い出す絶好のチャンスですよね。チャンスってどういう意味よ。だっていい年して自立してくれない娘なんて親にとってはいい迷惑。むしろご両親からしたらただの寄生虫ですよね。私が寄生虫ですって？親にとがって生きていく人のことをそう言うみたいですよ。まさにサイさんにぴったりの言葉すぎる。よく自分たちのことを棚にあげてそんなことが言えるわね。私が実家暮らしなのは職場に近いからよ。その代わり生活費はかなり多めに渡しているの。すべて両親におんぶに抱っこのあなたたちの方が寄生虫じゃない。私たちはいいんですよ。可愛い初孫を産んであげたんですから。しかも智也くんの子供ってことはこの家の跡取りよね。そんな跡取りを産んだ私たちは優遇されて当然です。は？この家の跡取りって何よそれ。うちはそんな由緒正しい家じゃないわよ。どの家でも長男の子供は跡取りです。優遇されるべき存在なんです。ええー？ケイル、そんな私たちに比べてサイさんはただのお荷物。いつまで経っても結婚しないわ実家に座るわ、ほんと空気を読めない人ってのは困りますよね。サイさんは私たちどころかご両親にも邪魔扱いされていたのに。はいはい、空気を読めなくてすみませんでしたね。この家にはあなたの味方はいないの。生産性のないお荷物娘は追い出されて当然よ。もう出て行ったわ。二度と帰ってくるなよ。言われなくてもそのつもり。もう部屋も借りたし荷物も業者にお願いするわ。今日はどこか適当に泊まって明日から新居で暮らすから。これでもこの家に邪魔者はないよね。育児はお母さんがやってくれるし生活費も家賃もかからない。最高の環境が整ったわ。私の完全勝利よ。たった2週間の期限付きだけどね。さら地になって売り出される前にあんたたちも家を見つけなさいよ。あ、さら地になって売り出されるですって？うん、だから最高の環境で暮らせるのもあと2週間。さすがに生まれたての赤ちゃんのホームレス生活ってやばいでしょ。早めに物件見つけて引っ越し準備を進めておくんだよ。ちょっと待ってください。全然意味がわからないんですけど、一体何の話をしているんですか？この家がさら地になるとか売りに出されるとかそんなのあるわけないじゃないですか！あるから言ってるんでしょ？もううちの両親はあんたたちに嫌気がさしたみたい。実家を売り払ってでも離れたいんだって。何ですって？母に出て行けって言われた時は私もさすがにびっくりしたよ。てっきり両親は私を捨てて弟夫婦の味方になったと思ったからね。でも不動産屋の人に合流する前に教えてくれたの。弟夫婦の味方になりたいんじゃない、むしろあの二人は早く出て行ってほしいってね。お母さんがそんなことを。やっぱり母も育児家事を丸投げされているのが嫌だったみたい。でもどんなに態度に出しても察してくれないし、全く空気の読めない子で嫌気がさすわって言ってたわ。え、それでついに実家を売り払うことにしたんだって。どうせこの状態で無理やり追い出しても何かあるたびに援助や助けを求められそうでうんざりするって。だからいっそ売り払って父と二人で別の土地に行きたいって。だから私も出て行ってくれって言ったのよ。そんな嘘でしょ。そんなことされたら私たちはどうしたらいいって言うんですか。もうパートは解約したし完全にこの子実家で暮らす気満々だったのに。家探しするしか方法はないでしょ。この3ヶ月十分に休んだと思うわ。だからあと2週間で出ていけるように頑張ってね。そんなの無理ですよ。小さい子供を抱えながら2週間で引っ越し準備って。言い訳しても時間はどんどん過ぎていくだけ。そんなことしてる暇があったら早く引っ越し先を探しなよ。それじゃあね。引っ越し先はどう？楽しくやってる？うん、日当たりが想像以上に良くて本当にいい部屋だよ。こないだ大家さんに会ったら二度目の確認もしてみたんだ。そしたら現状復帰しなくていいから好きにしていいって。だからちょっと頑張って自分好みの部屋にしちゃおっかなって。あら、とてもいいじゃない。むしろそっちはどう？ミキちゃんもトミヤもおとなしくお母さんたちに従ってる？なんとか実家売却のことを納得させた？もうこないだの話し合いは大変だったわよ。トモヤもミキちゃんも泣きわめいて話にもならないし、
最終的には孫に二度と会わせませんよって、そんなの私たちからしたら大歓迎よ。祖父母みたいな孫大好きだと思わないでほしいわ。むしろお母さん小さい子供苦手だもんね。そうよ、自分の子供を育てるので子育てはうんざり。それで最終的には二人ともおとなしく出ていくって。それがね、こうなったら徹底抗戦だ。え、今二人とも部屋に引っこもっているのよ。え、一応トモヤは仕事には出かけているんだけどね、帰ってきたらそのまままっすぐ自分の部屋に引っこもり、籠城作戦のつもりらしいわ。小さい子供を抱えながら何をやってるんだか、ほんとよね。しかも籠城作戦のくせに LINE だけをやってくるのよ。赤ちゃんが泣き止みません、廊下に置いておくのでよろしくお願いしますって。もちろん嫌ですって返信して無視しているわ。なんかもう収まっすぎる登場作戦ね。でもそんな状況でサラチンなんてできるの？このままじゃ実家取り壊しも難しいね。できるできる、業者にはもうお願いしてあるの。あとは当日の朝警察に連絡を入れるだけよ。家主以外の人が家に立てこもっているって。警察？お忙しい警察の方には申し訳ないけど、こういう時こそ国家権力の助けを借りないとね。さすがだねお母さん。もちろん最終手段として警察に頼るのは二人に通告済み、当日どうなると出てこなかったあの二人の自己責任よね。そうだね。それじゃああと一週間頑張って、その後のお父さんとお母さんの新生活も応援してるから。少しだけどお金も振り込んだから2人で使ってね。あら、そんなもの送ってくれたの？親に実家を売る決意をさせて申し訳ないと思っているの。私がもう少しお母さんたちを助けていれば、弟夫婦に強く言えていればって後悔があるんだよね。そんなのあなたが気にすることじゃないわよ。お父さんとお母さんも溜め込まないで相談しておけばよかったし、むしろ強硬手段を取ってごめんね。あなたからの気持ち大事に使わせてもらうわ。助けてください、お母さんたちが本当にご実家を取り壊し始めたんです。警察までわざわざ呼んで私たちを実家から追い出したんです。うっそ、当日前籠城作戦していたの？当たり前じゃないですか、ずっとこの家住み続けるつもりだったんですから。それに取り壊しとか晒しとか全部冗談だと思っていましたし、まさか本当にやるとは思いませんでしたよ。ってことは新居もまだ借りてないの？そうですよ、なのにお母さんたちひどいんです。ちゃっかり二人は次の新居を決めているんです。どんなに頼み込んでも住所を教えてくれないんです。もういい加減うちの両親を当てにするのはやめなさい。小さい子供もいるんだし、早く新居を見つけてきて。今あなたたちにできることはそれだけよ。そんなの無理ですよ、前のアパートを解約するときに家具家電は全部処分したし、そもそも私たちは新居を借りるほど貯金もないし。え、お金ないの？そうですよ、トモヤ君の会社を今日で給料を得たし、私は妊娠してすぐ会社辞めたし。じゃあ早く子供を保育園に預けて働かないとね。新居も借りて保育園探して仕事を見つけてやることは山積みね。そうなの絶対に嫌、私はこのまま専業主婦になりたかったのに、子育てをきっかけにもう働きたくなかったのに。もうこうなったら最終したんです。お母さんに倒れないならさやさんです。私とトモヤ君と子供の3人で今からさやさんの家に行っていいですか？もちろんいいですよね、だってさやさんもう一人暮らしなんて寂しいですもんね。長年実家暮らしだったのに急に一人暮らしは嫌ですよね。それが実は自分でもびっくりするぐらい楽しんでると言いますか。いいえ、それはそう思い込もうとしてるだけです。内心は寂しくて寂しくて震えてるに決まっています。ただでさえ独身の彼氏もいなくて寂しい人生で、そこでさらに一人暮らしなんて絶望でしかないですよね。え、でも安心してください、さやさん、これからは私たちがいますからね。子供は一生産めないだろうけど、代わりに私たちの子供がいます。可愛い甥っ子を我が子のように可愛がってください。いや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 、ノリと勢いの押し売りはやめて。あんたたち弟夫婦と同居なんて無理だし、ましてお甥っ子を我が子のように可愛がれって。ミキちゃん、次は私に育児を丸投げする気満々でしょう。一生子育てできないよりかはマシでしょ。こちらの行為で子育てを体験させてあげようって言ってるのに、本来ならそちらが頭を下げて頼むようなことなんですよ。はぁ？それなのに同居の提案を断るんですか？それはつまり弟夫
婦を見捨てるってことになりますよ。可愛い甥っ子にもう二度と会えなくなりますよ。会えなくて結構。むしろ会いたくもないからそれでいいわ。え？それと私は弟夫を見捨てるだけじゃなくて区別してるだけ。私、寄生虫とは暮らしたくないんだよね。あ、今のってどういう意味ですか？私たちを寄生虫だって言いたいんですか？まさにその通りだと思うけど。たかって生きていく人のことを寄生虫って言うんでしょ？私はそんなみっともない虫とは暮らしたくないのよね。よくそんなひどいこと言えますね。え、それミキちゃんが言う？先にひどい言葉を投げかけたのはそっちでしょ？人には好きなだけ虫扱いしておいて自分がされたら被害者面って、いい年した大人が恥ずかしいぞ。ムカつく。今ね、結婚できてないくせに、彼氏もいないし子供なんて産んだこともないくせに、こうなったらもういいです。同居なんてしなくてもいいので、お金だけは弟夫に渡してください。はぁ、あ、それくらいなら別にいいでしょ。このままじゃ生まれて数ヶ月の子供がホームレスですよ。そんな思いをさせていいんですか？別にそれは私のせいじゃないし、それに私はミキちゃんにバカにされるような独身なので、子供もいないし一人で老後生きなきゃいけないの。だからそのための準備でお金はあるだけあっても足りないのよね。はぁ、あ、というわけで力になれなくてごめんね。でも人組の私と違って、あなたには夫というパートナーがいるんだもの。弟トムヤと協力して頑張ってね。生まれた子供に恥じない大人になるんだよ。そしてその後、ミキちゃんたち弟夫婦は慌てて格安アパートに引っ越したと聞いています。しかし今まで母に育児を丸投げだったミキちゃんは、毎日の育児と仕事探して疲労困憊。トムヤはそんなミキちゃんに、早く色家に引っ越しさせろ、お隣さんからいつも子供がうるさいと怒られてるのよと責められ続け、今会社が終わると近所のコンビニでシェアバイトもやっているそうです。ちなみに実家を売り払った両親はというと、そのお金をもとに海の見えるのどかな町に引っ越したと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。